私たちは大丈夫です。はい、こんな糸くらい。ペコリーヌ、コロスケ、そっちに気を取られてる場合じゃないわ。主様、申し訳ありません。すぐお助けいたしますので、強化を続けていただけますか。来ます。始まってしまったようですね。どうやら苦戦してしまっている様子。騎士たちの世界から来た魔物でないとすると、あちらからも。このような大量の流入は今までなかったように思いますが、それにクルルに預けた通信魔法のアイテムを使って私がやり取りを聞いていることを騎士たちは知らない。リンドやブルムに頼めば誰にも告げ口することなくやり遂げてくれるでしょうが、彼女たちはまだ子供。このようなずるい方法で手を汚してほしくはありません。ですが、姫様、姫様、あ、今何か。やっぱり私、ナイトさんたちを助けに行っちゃダメですか。城に魔物さんが来てもボルガーノさんたちがいれば大丈夫ですし。クロチェ、昨日から何度も言っていますが、何度も言っている通り、今は騎士たちに身の潔白を証明するための行動をしていただかなくてはなりません。あなたが手伝ってしまってはご破産というものですよ。それは分かってるんですけど。クローチェさん、心配なのは分からないでもないですけど、大丈夫ですよ。騎士さんたち変ですけど結構強いですから。あとクルルさんそそっかしいですから、着く頃には魔物たちももうどっかに行ってるかもですし。それは、シュバイン・クラップフェン、魔法使える。守られているばかりでは。リリちゃん、左右から同時に切ってみましょう。両側からならなんとかなるかも。リンドちゃん、ブルムちゃん、姫様どうしたんでしょう。やっぱりナイトさんたちが心配なんですかね。そうかもしれませんけど、それにしてはちょっと。あ、昨日アイス食べ過ぎたそうでお腹を壊したらしいですよ。
ね、姫様。え？そうだったんですか？そんな、それならそうと、もっと早くおっしゃってください。大丈夫なんですか、ライラエル様？なんとも。いえ、昨日からそれはもう大変で。ライラエル様、顔色が真っ青です。本当にお加減が悪そう。メンテナンスしてもらった方がいいですね。ポポおじいさん呼びますか？もうオートマトンじゃないんですから。それよりお医者様ですよ。今すぐ呼んできますから。お待ちなさい。そこまでしなくて大丈夫です。少し安静にしていれば回復しますから。ですが。姉貴、大げさすぎ。ご本人がそうおっしゃるなら一旦様子見でいいでしょう。心配ですけど、原因がアイスの食べ過ぎって分かってるなら、まあとりあえず毛布を持ってきますから、これ以上お腹を冷やさないようにしてくださいね。ええ、ありがとうリンド。一つ嘘をつけば何度も嘘を重ねることになると言いますが、これはまさにその典型ですね。改めてこの度は騎士たちが自ら危険に飛び込み、信用を取り戻していただかなくてはいけないという理屈には間違いないはず。それに今までにも魔物退治をお願いしているのですから、私が騎士たちを生命の危険にさらしているのは、何も今回、そして特別というわけではありません。ですが、そう心得ていてなおこのような後ろめたい気持ちになってしまうのは、そう、私が国士としては甘すぎるから。騎士たちを心の底では疑っていないからですね。ふん、やってるやってる。よそ様の世界で随分騒がしいことだね。姉さん、私たちが騒がしいとか言えないと思うけど。でもランドソルの王女様なのに、どうしてこっちの世界で戦ってるんだろう。さあね、私の患者、奴らの目当てはあの廃墟にゃないだろうって感じだが。山ねえ、僕にも双眼鏡貸して。見たい。ほらよ、せっつくほど面白い戦いじゃないさね。おかしな雲にずいぶん苦戦しちまってるようだが。マジじゃん。雑魚お兄さん、糸でぐるぐる巻きになってやんの。かっこ悪い。つって連中に妙な運があるのは事実だ。あのまま押し切られるってことはないだろうさ。こないだみたいな連中有利の戦いはしてやらない。魔物とやって弱ったところを狙って叩く。こっちたら盗賊、正々堂々戦ってやる義理はないんだからね。わお、さすが山ね、めっちゃわるわる。僕は王家の装備も欲しいけど、ついでにあの生意気雑魚お兄さんをめちゃめちゃ雑魚雑魚弱弱お兄さんにしてあげようかなーって。
バカなね、何してんの。え、この辺は天気もいいし、お洗濯物を干しておこうかなって。はあ、洗濯。おいおい、もうすぐ戦いだってんのに何やってんだい。ごめんなさい。怒られてやんの。ま、私はやるとなったらマッパでもやるけどね。若菜、あんたも付き合うかい。無理です。姉さんみたいな度胸私にはないもん。はい、いいじゃな。バカな姉のブラだけ洗濯バサミ外しちゃえ。これでやっと5匹目。まだまだいっぱいです。1匹見たら30匹ってやつですかね。もう早いし硬いし数は多いし、でかい害虫かってのギャル様、違います。クモはゴキブリなどを駆除する敵虫でございます。うっさいコロッケ、そもそも虫じゃないわ。なんという硬い糸なのでしょう。腕がもう少し自由に使えれば。集中。アビスバースト。宝石。あれ、プレシアちゃんが拾った。それってそして、もしかしてクルルの返す、ね、ああ、ありがとうございますです。これをこうして。クルル様、何をなさるおつもりですか。はい、私、カーバンフルって種族デスマスでして、宝石に魔力を集めたり、集めた魔力を使ったりとかできまして、なのでこの宝石をこうして。まぶしい。目くらましですか。ああ、これ夜ステージ用のライトアップデスマスでした。こうじゃなくてこうって、これはパレード用の音響です。クルルちゃん、落ち着いて。集中ね。はい、集中。わあ、何か大きい子が出ましたよ。そちらはどなたなのですか。グランドリームパークのマスコット、その名も違います、カババンくんです。なるほど、カバをモチーフにしたマスコットなのですね。それも違いますです。カバンクルデスマス。カバン、パン、小麦粉じゃないです。この子たちを出してどうするんですか、クルルちゃん。はい、悪いことする魔物さんたちにご退去いただきますです。カババンくん、ガーディアンモードです。クモたちを押し返そうとしているようですが。え、変です。魔法石で作ったカババンくんはガーディアンもコンダクターも兼用できちゃう形なのですよ。へえ、魔法石ってすごいんですね。はいです。他にもパーク
部の施設の動力とか盛り上げとかいろいろ使えちゃうのです。このパークは皆さんに笑顔になってもらうための場所ですから、こんなのダメです。絶対取り返さなくちゃなんです。ひょうひょう、やっちゃってください。あれ、でもガシガシされてる。ねえクルル、あんた魔法石ってのがパークの動力源って言ってたわよね。はい、言いましたです。じゃあ使い方を知ってるやつなら動力にできちゃうんじゃないの？例えばこの変な雲とかさ。こいつら多分ゴーレムみたいなもんっていうか、どっかの誰かに作られたやつよ。きっとあんたの宝石食わせてパワーにしてるんだわ。そんなです。それじゃあムスッドに追い戦ということになってしまったのでしょうか。ごめんなさいです。ほんのちょっとでも皆さんのお役に立ちたかったのに。宝石を取られちゃっただけじゃなくて、施設とか乗り物とかもこんなに壊されちゃって、これじゃもうグランドリームパークはおしまいです。クルル様、諦めちゃダメです。クルル様、おっしゃっていたではありませんか。皆様を笑顔になさりたいと。それってとっても大事なことです。私たちもこれまで何度も気持ちがくじけそうになってますけど、でも諦めちゃったら全部台無しですから。損切りってやつした方がいい場合もあるって分かってるけど、でもまあこのままじゃ目覚め悪くなりそうだしね。もうちょっとくらい無理してやるわよ。リアさん、プレシアさん、私たちも。はい、手も足も出ないって感じですけど、シャドウを出すくらいなら。うん、やりましょう。絶対このパークを、皆さんの笑顔を取り返すんです。あれ、姫様どちらに行かれるんですか？その…クローチェさん、ダメですよ。ライライル様、お腹を壊してらっしゃるんですから。あ、そうでした。その行ってまいります。行ってらっしゃいませ。
我が領土を踏みにじる下船メラよ、真意の来航を受け地理アクタへと帰るがいい。装備を本気で使うのは久しぶりだったので、今のがライラエルさんの王家の装備の力だったんですね。あの雲たちをまとめて消し飛ばした上に私たちには全然ダメージなしなんて、とんでもないわね。その分消耗も激しかったご様子ですが、この程度のこと心配なさらないでください。あなた方の状況はクルルを介し魔法で把握させていただいておりました。そのおかげで魔物を一網打尽にする好機を把握できたのです。そうだったんです。そして騎士、ペコリーヌ姫、あなた方に謝罪をさせていただきたいのです。謝罪？お詫びしなくちゃなのは私の方ですよ。知らなかったとはいえお城の大事な柱をかじっちゃったんですから。そのことはもう気になさらないでください。クローチェたちのおかげで大事には至りませんでしたし、修復も可能な範囲です。謝罪させていただきたいのはそれよりも前のことです。私たちは、いえ、私は皆様に甘えすぎていたと思います。それは兄様たちに魔物退治を依頼されていた件でしょうか？たとえこれまで平和を謳歌し戦うことに不慣れでも、自らの国を守ることはやはり自らの手で行わなくてはなりません。翻ってあなた方は常に己の危険を顧みず皆の笑顔を取り戻したいというクルルの考えを肯定し、彼女のことを身を挺して助けようとしてくださいました。そんな皆様を信じないわけには参りません。ライラエルさん、ですがやはりペコリーヌ様やプレシア様を陥れあわよくば城を崩壊させようとした者がいることに。そうですね。それだけではなく、このグランドリームパークに、いえ、私たちの世界ジオテオゴニアに魔物を呼び寄せた何者かが今回の騒動に関わっていると、そう思えてならないのです。ですがその何者かというのは一体？とりあえず悪いことをしちゃいそうな人たちで心当たりがあるのはこの前のなんとかシスターズって。撃ちな！
吹雪、王家の装備にゃ当てなかったんだろうね。お宝を砲撃で壊しちまってたらバカもいいところだよ。バカな例じゃないんだし、僕の狙いはパーフェクトです。まあ、あの雑魚お兄さんは吹っ飛んだろうけど。アビスバーン、との戦いで消耗したウリアを狙ってくるとは。あなた方がバンディシスターズ、私たちの王家の装備を狙うという賊なのですね。ああ、そちらさんがプリンセスライライルかい。お初にお目にかかりますよっと。でもってその背中の門があんたの王家の装備だね。燃費はクソだが威力は大したもんじゃないか。気に入ったよ。にしてもお前さん随分と派手な格好じゃないかい。それでも王族かってんだ。姉さんも十分派手だと思います。王族じゃなくて盗賊ですけど。盗賊？あ、ひょっとして、もしかして、あの雲たちでグランドリームパークを壊しちゃったのはあなたたちですますか？それだけじゃないです。ジオテオボニアにアストライア大陸の魔物を放ったのはあなたたちなんじゃ。はあ、濡れ衣のやめてください。私たちそんなことしてないですよ。あんたらがクモどもと戦い始めたのを見て削り役にゃさせてもらったがね。どこのドイツが作ったなんてことは知らないよ。そもそもだ、せっかく奪った宝石を魔物の餌にするなんざもったいないったらありゃしないってのさ。ふーん、嘘ついてるって感じはしないわね。バンディシスターズよ、ペコリーヌ姫同様、私も王家の装備を渡すつもりはありません。これ以上の狼藉を重ねる前に元の世界へ立ち去りなさい。分かってんだろ、そんな命令で盗っ人が引き下がるはずないってね。甘く見ないでください。あなたたちは私たちから何も盗めません。ズタボロでムキになっちゃってダッサーい。ダサくても格好悪くても私たちが力を合わせれば絶対に負けません。ペコリーヌ姫、力を合わせる、そいつは国同士の同盟ってやつかい。そのようなものはまだ締結していませんが。ど
同盟なんかじゃなくても力を合わせるのは簡単です。ライラエルさんは私たちのお友達ですから。なめてんじゃないよ。国家に友人はいないって言葉も知らないのかい。そんなヘロヘロの体で私の相手が務まると思ってんなら、そいつが見込み違いだってこと教えてやろうじゃないか。王家の装備を置いてくたばりな。来ます、ペコリーヌ姫。あなた、ライラエルさんにも強化を。くたばりな、プリンセスとは。飛ぶわね、あいつら。お星様、これがプリンセスナイトの強化の力、騎士の力なのですね。一緒に戦ってくれてありがとうございました、ライラエルさん。こちらこそ礼を言わせてください、ペコリーヌ姫。それに騎士、私を友人と呼んでくださったこと、とても嬉しく思います。上に立つ者として仕方ないとはいえ、これまでにそうおっしゃってくれる方はいませんでしたので。ライラエルさんの言う通り、私たちは違う世界の人間ですから、王様としての命令に従うとかは難しいかもしれませんけど、でもお願いだったらいくらでも聞いてあげたいなって思いますし。不意の交わりとは言いますが、大きく立場が違うからこそ真に友誼を結ぶことができるのかもしれませんね。うん、お友達なろ。喜んで。よくわからないですけど、ライラエル様が嬉しそうでよかったですです。たくもお人よし連中なんだから、ま、疑惑が晴れたっぽいからいいけどさ。一段落したらお腹が空いてきちゃいました。チュロロ、そういえばライラエル様は空腹などは大丈夫なのでしょうか。王家の装備をあれほど行使したのですから。ええ、心配は心配は無用。地を這い生きる者が天上の鬼神を気遣うなど不敬である。失礼いたしました。コッコロは私を気にしてくれたというのに。構いませんが、いかがなさったのですか、ライラエル様。言葉遣いや性格が
まるで別人のようになってしまっていましたが、もしかして私が腹ペコになっちゃうみたいに、それがライラエルさんの王家の装備の。はい、王家の装備の力を振り絞ると反動で性格が大変傲慢なものになってしまうのです。クローチェのチャージに使う程度なら問題ないのですが。そうだったんですか。びっくりしました。プルプル、尻尾が終わってしちゃいましたです。なるほど、だからこれまでライライル様は魔物退治のために王家の装備を使ってこなかったのですね。このように皆様を怖がらせてしまうから。はい、もちろん消耗が激しいことや、クローチやボルガーヌたちが頼りになるため使わずに済んだということもありますが、とはいえこれからはそうもいかないでしょう。今回の件を考えれば考えるほど、ジオ・テオゴニアを脅かす危難は厄介なようです。そうみたいね。ペコリーヌたちをはめようとした奴に、アストルムのでもジオ・テオゴニアのでもない蜘蛛の魔物を使う奴、必ずどこかに黒幕がいるはずだもんね。誰かはまだ分かりませんが。誰ぞ知らねど、我が領土をかような虫けらごときで汚すとは不届きな。必ずや見つけ出し、一族老頭を余さず滅却してくれようぞ。落ち着いてください。憎らしや、口惜しや、傲慢の姫ライラエル、暴食の姫ユースティアナ、かかる土地の類いなき輝き、いとまぶしい、いと恨めし。お静まりを、レディー・アラクネ。この度ジオ・テオゴニアに放った魔物は、大半が奴らの世界の魔法石を利用した秘蔵物に過ぎません。御身の損失は皆無です。ええ、御用聞き風情が図が高い。フレイリアだったな。世界と世界を仕切る壁に穴を開けた手腕こそ買うが、かように細きアイロでは頼りにならぬ小駒を送るが関の山ではないか。面目次第もございません。レディ、御身は他に類を見ない高密度の情報の集積、希少なる我々のように身一つでリージョン間を渡ることはまだ難しく。弁明などいらぬ。我が貴様に求めるは結果のみ。我が心を踊らせるありとあらゆる輝きを収集すること。我が紡ぐ運命に歯向かう孤爵なるプリンセスどもを滅ぼすこと、そして
我が身を捕らえる、この忌まわしき檻を、ジオゲヘナなる歪んだ箱庭を粉砕することぞ。まったく、どちらが傲慢なのだか。レディアラクネ、裏世界に幽閉されし処刑不可能者たち、シックスカラミティの一人、傲慢で不遜、己以外の全てを見下して、本当に気に食わない相手だけど、目的の達成のためにはその力を借りなくてはいけないのも事実。構わない、今は総区としてこの手を汚しましょう。私にとっての正義のために、世界を革命するために。リダイブ第3部4章、存亡のジオテオゴニア、もう一度君とつながる物語。騎士、私の手を取りなさい。はい、お疲れ様。王家の装備ね、なんていうか、チートスレスレのユニーク武器って感じ。デメリット付きのゲームバランスとかイチャモンつける気ないけどさ、世界に一つだけのアイテムシリーズってのはどうかと思うわ。ま、作ったやつが作ったやつだし、平等さとか公平性とか考えてないんでしょうね、私と違って。あんたもよーく知ってるやつよ、クイズなんかにするまでもなくね。あんたが特別なのもそいつのナイトって理由が大きいわけだし、ロボコにチャージできんのだってそのせいなんじゃない？比較が近いからとかしないけど、まあモノハンのチーターの話は置いとくとして、あんたたちのジオテオゴニアでの冒険も
そろそろターニングポイントって感じかもね。いいわね、その豆鉄砲顔。そりゃまだ探索してない場所はたくさんあるでしょうけど、あんたたちの目的はジオテオゴニアを観光することじゃない、そうでしょ？それとも忘れたの？目的認識の修正で、私としてはまあどっちでも。ああそう。てかあんた、決め顔で忘れてないとか言ってるけど、ちゃんと宿題してきたの？うーわ、ポカンとしちゃって、もう忘れたんなら廊下立ってなさい。って廊下なんてないから勘弁してあげるけど、あんたの先生は大変ね。こんなに忘れっぽい生徒もって、ああ嘘だわ、あんたの先生ってあのサキュバス教師じゃん。居残り勉強喜ぶタイプじゃん。今のなし。そう、前回別れ際に言ったでしょ、時間切れになったクイズの残り、認識の修正がどうして必要なのか次までに考えてこいって。はあ、謝って済むなら警察いらないってやつ、うん、警察なんていないから勘弁してあげるとか、さっきみたいに言いたいとこだけど、いるわけないでしょ今はね。内側ならともかく、外側からのアタックじゃ私も手が打てないし、中立で平等とか関係ないもんね、あいつら。バレなきゃいいんだし、証拠捏造とか情報操作とか大好きだし。ああ、そうそう、宿題の話だったわね。てかあんたまさか忘れといて答えを教えてもらえるなんて思ってんじゃないでしょうね。ふんだ、私ひどくないもん、あんたが悪いんだもん。でもま、あんたのおつむじゃ一生かかっても答えにたどり着けないかもわかんないわよね。うん、そうね、あんたの女の子の中には頭が良くてクイズとか推理とか好きな子もいるでしょ、その子との話を思い出せたらひょっとしたら何かヒントになるかもね。じゃあバイバーイ。おまわりさんには気をつけなさいよ。頼むよ、俺の耳を返してくれよ。一緒に帰りましょう、私たちの国ランドソルに、ユースティアナ王女様。すみません、サンドイッチおかわりください。よく食うな王女さん、こっちでも。これだけの質量がどうやってこの細い体に収まってるんでしょう、まるで密室トリックみたいでなんだか興味深いですね。うん、あとちょっと胸焼けしてしまいますね。ランドセルの時ほどじゃないですよ、それに日本のお料理はとっても美味しいので。
私、キャルちゃんたちを探したいって思ってたんですけど、彼も住所がわからないらしくって、どうしようかなってところだったんですよ。それでコソコソしてるところに私らとばったり出くわしたってわけか。すげえ偶然だったな。偶然でも幸運でも、先輩たちとこうしてまたお会いできて私はとても嬉しいですよ。ああ、ちなみに私たちは同じ学校で、家も遠くないですから、こうして遭遇するのもそう不思議ではありませんけど。うん。誠先輩、どうしてそんなに機嫌そうな顔で私を見るんですか？いや、やっぱお前リアルだと全然印象ちげえなって。それはだってゲームの中での私は名探偵として活躍する理想の私というか、すみません恥ずかしいな。だ、もうこれじゃ私がいじめてるみたいじゃねえか。いつもみたいにタメ語で話せよ、タメ語でよ。そうしたい気持ちはあるんですけど、なんというかやりにくくて。現実の私はそもそもあんまり人と関わるのが得意じゃありませんから、それにこうしてお姫様と話をさせていただくなんて。もうそんなの気にしないでくださいよ。一緒に世界のピンチに立ち向かった仲間じゃないですか。王女さんは本当にあっちと全然変わらないんだな。なんだか安心するような。それはそれとして、こうして私らとお茶してることに違和感あるような。その違和感わかります。心が二つあるっていうか、自分がもう一人いるみたいなんですよね。実はさっきも公園で自分をランドソルの住人だって思い込んだままの人に会いました。それだけじゃなくて、私の国でも程度の差はあれど似たようなことを言っている人がたくさんいて。どうなっているんでしょう。それな、今町のあちこちで、いやそれこそ世界中ですごい騒ぎになりつつあるみたいだ。くそ、懲役は終わったってのにどうなってやがるんだ。わけわかんねえ。え、そうですか。解決法はともかく、今起きている事態は明確だと思いますけど。えっと規模はすごいですけど、だいたい4パターンくらいに分類できる単純な事象ですよ。推理するに足る情報は私たちはもう持ってますし。そんなことはありませんけど。照れてんじゃねえっての。それより早く何が起きてるのか教えろよ、かすみ。そうですね、まずは状況を整理してみましょう。お願いします。ミネルヴァの懲役が終わった後のプレイヤーの状態ですけど、さっきも言ったようにおおよそ4パターンに分類できると思います。その1、トリアージ風に言ってカテゴリーグリーン。ここにいる私たちのように現実を受け入れて、多少の違和感はあっても混乱はなく日常に戻りつつあるもの、このパターンが一番平和です。もちろんペコリーヌさんは例外っていうか、とても大変な状況みたいですけど。私のことは一旦気にしないでください。続きをお願いします。はい。その2、カテゴリーイエロー。現実が自分の本来の世界であると認識しながらも、レジェンド・オブ・アストルムに帰りたいと願うもの。そこがわからねえんだって。やっと現実に帰れたってのに、なんでレジェンド・オブ・アストルムの中に入りたいって思うやつがいるんだよ。こん
なにさ。簡単な話ですよ。例えばそうだな、もし仮に誠先輩は先輩とレジェンド・オブ・アストルムの中でしか会えないとしたらどうしますか？あ？そりゃまたダイブするに決まっ…っておい！何言わすんだかすみ、こら！すみません。でも同じ話です。あちら側でしか会えない大事な人がいたりとか、何か大きな心残りがあるプレイヤーは可能なら戻りたがるでしょう。さっき二人が言ってた現実に対する違和感もその戻りたい気持ちの手助けをしているかもですね。そうですね。次はその話がより強く関わってくるケースですけど、その3、カテゴリーレッド、認識の修正が解除されなくて自分をまだレジェンド・オブ・アストルムの住人だと思っている人。認識の修正？それって確かノエムが言ってた再構築されたあの世界にかかってる魔法ってやつだよな。うん、プレイヤーによっては現実の世界に戻るだけで認識の修正が解けた人もいただろうけど、全員がそうではなかったってことなんですね。傾向から推測すると、私たちみたいにあらかじめあの世界が架空のものだって情報を得ていた場合は認識の修正が解けやすくなるようだね。じゃあ私らがたまに見てた思い出しにくい変な夢も認識の修正を解く助けになってたかもってことか。きっとそうですよ。あの夢を見せてくれていたのはあなたのお友達の妖精さんだったそうですから。でも世界中の人に夢を見せるには手が足りなかったんでしょうね。先輩？その以前にあちらの世界にてラビリスタ様から頼まれていたことです。皆様があちらの世界に帰ることができるよう、忘れてしまった真実を思い出せるよう多くの人に伝えてほしいと。ですが私はまだ何もできておらず。ああ、それか。いいよいいよ、気にしないで。焦らず粘り強くやっていこう。なるほどね。ラビリスタさんは手を打とうとしてたけど、ログアウトがあまりにも緊急だったせいで多くのプレイヤーはカテゴリーイエロー、もしくはレッドになってしまったわけか。ジョシュ君、まだ何か？あれ？そういえばそうかもし、知れません。話に夢中になってるうちについ、こんな風にですね、人間の脳は認識をとっさに切り替えられないものなんだ。ですよ。それだけあっちの世界がよくできてたってことだろうけど、なんかモヤモヤするっていうか複雑だな。これからどうなっちまうんだ？これからの話も大事ですけど、かすみちゃん、プレイヤーは4つに分類されるって言ってましたよね。聞かせてください、最後の1つを。その4、カテゴリーブラック。それは現状でも未だ昏睡から目覚めないプレイヤーたち。どういうことだよ、ミネルヴァの懲役はもう終わったんじゃねえのかよ。確かに全プレイヤーがログアウト不可能という状態は終わった。でもそれは裏を返せば、再構築が起きようとしたあの時、ログアウト可能だった人が強制ログアウトさせられたという意味なんだ。つまりあの時ログアウト不可能だった人はレジェンド・オブ・アストルムに取り残されてしまったんですね。そんな。私たちの世界が終わったあの時、ログアウトできたのが
ナビリスタさんのクレープを食べた人のうち生きていた人だけだ。それよりも前にロストしてしまったか、ローカルパッチっていうのを当てられなかった人は未だ目を覚まさないでいる。そしてレジェンド・オブ・アストルムが国際警察によって閉鎖された今、彼らがどうなったかは誰にもわからないんだ。いらっしゃいませ。お一人様ですか？なあ、いや、連れを待たせていて、ね、とりあえずジャスミンティーを一つ、それとそちらのアンチョビサンドもつけてもらえるかな。はい、ありがとうございます。メルシーボク。チップはいらない。いやはや、これほどのサービスをこんな街中のカフェでも受けられるとは、ジャポネーズの美徳のなせる技というものだね。いや、待たせたな、ロラメ。うっす、グルーネイ上級捜査官。無線であらかた聞いてたと思いますが、モサクジ・アキラの関係者の少年、それに何より行方不明になってたはずの元王女、このまま放置しといていいんですかね？構わないと思う。今は泳がせておく時間だ。何よりまだ八戸上局長からの許可が出ていないしね。こう焦って動くとバカを見ることになるぞ。了解しました。とりあえず引き続き尾行役と小型ドローン飛ばしてます。位置情報は33番と34番のことで、リアルタイムで確認可能です。助かるよ。うん、悪くない。少し潮が効きすぎている。それで連中は二手に分かれたのだろうかな。どうやらゲームの中で知り合った仲間と合流しようとしてるようで、話では桃地キルヤの実家を探す側と、草野由衣が家族で営む定食屋に向かう側に分かれる予定だとか。うん、片方は確実に空振りだ。面白い。彼らに一丁断れば大物が出るかもしれん。上級捜査官、さっきは泳がせておくって言ってませんでした？まあそのつもりだよ。ただ少々波を高くしてあげるだけのことさ。ついでに言うなら、アストライア王国のフェイスレスもそろそろフェーズを移す頃合いだ。となれば、こっちもようやく長老の確保に本腰を入れられるってことですね。つまり、モサクジ・アキラの少年たちに手出しをしてもよくなると。そういうことだ、ロラン。忘れるな、我々の任務は長老の捕獲、そして彼が持つモジュールの確保だ。そのためならどのような手段も許容される。なんといっても正義のためなのだからな。よし。ああ、ウェイトレスさん、彼が注文したものと同じのを追加で一つ頼むかな。ありがとうございます。ストロベリージャンボパフェお一つですね。少々お待ちください。準備いいですか、プレシャちゃん。
私の体にしっかり捕まっててくださいね。うん、わかった。ぎゅー。さあさあ、おにぎりちゃん、いざ出発進行です。はやー。ピギュピギュ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 ですが、そういえばおにぎりちゃんもいませんね。プレシアちゃんとリノさんも。これはその本当は2人が戻ってくるまでに毛づくろいを済ませようと思ってたんですけど、まあご覧の通りというか、リノさんが遊び始めちゃって。私は止めたんですけど。まあ毛並みのお手入れよりもお散歩をなさりたいご気分だったのかもしれませんね。ごめんなさい、お世話を手伝うって言ってきたのに結局邪魔しちゃって。ユリ様、そんなことはございませんよ。遊び相手になって差し上げることもきっとお世話の一環でしょうから。うんうん、動物ってストレスに弱いですしね。自由に運動させたり遊んであげることだって大事ですよ。あかりもそれよくわかります。何事も遊びがないと長続きしないですからね。はい、人間だってそうなんですから。動物ならなおさらですよ。そうかもしれないですけど、かといってこのままずっと全力疾走するのを眺めてるわけにも。いえ、ご心配には及ばないかと。走る速度が落ちてきていますし、そろそろお腹が空いてきたみたいですね。おにぎりちゃん、ご飯の時間ですよ。ピギュッピギュッピギュギュッギュー。うわー、なんて大胆なドリフト。プレシアちゃん、私にもっとギュッと捕まってください。ギュー。しましたか？
ますよ。とにかく毛づくろい手伝ってください。こんな大きな毛玉、私一人でやってたら日が暮れちゃいますし。私たちも微力ながらお手伝いします。皆様で手分けすれば、この子のお食事が終わるまでには間に合うことでしょう。それにしても、好き嫌いを調べるためにいろいろ資料を持ってきましたけど、本当に何でも食べちゃいますね、この子。確かに困りましたね。今後お世話をするに差し当たって、どんな食性の動物なのか心得ておきたかったのですけれど。そもそもこの子って結局何の動物なんでしょう。大袋があるってことはハムスターか何か。ハム、ピーク、ハムスターではないとおっしゃっているのでしょうか。雰囲気はどことなくカピバラやモルモットに似ている気がいたします。走るのが速いところを見るとウサギのような気もしますね。げっ歯類ですし。あ、あかり、ピンときちゃいました。この丸くて大きなお耳、見覚えがあります。名前は確か、しましたが、わからないそうで、同族の動物もおらず、一人ぼっちだったみたいですから。そうなんですか。こんなに人懐っこくていい子なのに。私たちについてきてくれたのも、今まで寂しい思いをしていたからなのかもですね。もう寂しい思いなんてさせませんから。ひしリノさんでは、これからは妹だけじゃなくお姉ちゃんも兼任ですね。あ、ついに私もお姉ちゃんデビューですか。世界一可愛い妹に続いて、世界一可愛いお姉ちゃんの称号も手にしてしまうとは、自分の才能が恐ろしいです。というと、リノ様にはご兄弟がいらっしゃるのですか。はい。何を隠そう、リノは皆さんご存知のお兄ちゃんの妹なのです。えへん。え、それはつまり兄様の。誠に失礼いたしました。あの方のご兄弟と存じていれば、先んじてご挨拶をさせていただいたのですが。いや、これはリノさんが勝手に言ってるだけなんです。勝手にお姉ちゃん名乗ってる人もいるし、てか、あかりもそうだし。そうそう、お兄ちゃんはみんなのお兄ちゃんなんですよ。とか、なんとか言ってるけど、血のつながりはないので、特に挨拶とかそういうのは大丈夫だと思う。血のつながりなんてなくても、私とお兄ちゃんは遠い絆でつながってるので問題ないのです。その太さたるや、ゴングトですよ、ゴングト。あらら、強力なライバル登場ですね、リリちゃん。リリちゃん、ゴングト。
ですよね。たとえ血縁関係にあらずとも、互いを真に思い合う気持ちがゴンブトであるならば。リリちゃん、あのリノ様、アカリ様、僭越ながら実は私もあの方を兄様とお慕い申し上げておりまして。先ほどのお言葉、私感銘を受けました。大切なのは血縁などではなく、互いの絆をゴンブトとまで言わしめる覚悟、そして確信なのだと。ですからどうか私もあの方の妹として皆様の末席に加えていただけないでしょうか。それなら私も立候補しちゃっていいですか。この際ですから、みんな妹同士ってことで仲良くしましょう。ちぎりを交わしているところなんですけど、私も妹。急に増えすぎじゃないですか。いくらなんでもお寿司に置けませんよ、お兄ちゃんってば。どんなに増えても一番の妹はリノですからね。みんな何の話をしてるの。っていうか、一番の妹ってつまり長女ですよね。なら、リリさんの方がそれっぽいような。え、それなら、あかりもお兄ちゃんもあんなことやこんなこといっぱい知ってますから、リノさんよりお姉さんかもです。そうですね。でもうちの妹は見ての通りの大和なでしこですから、お二人に負けず劣らず長女にふさわしいと思いますよ。そんな恐れ多いです。私のような新参者が長女を名乗るだなんて。確かにリリさんの大人っぽい雰囲気、私も憧れちゃいます。でもお兄ちゃんの一番の妹はリノなんです。ここは譲れません、譲れませんたら譲れませんよ。ほう、リノさんが長女ってことはつまりあかりの二人目のお姉ちゃんでもあるってことですよね。あれ、どうしたんですかあかりちゃん。近いです。それなら、あかりの知らないあんなことやこんなことも教えてくれますよね、みのお姉ちゃん。あんなことやこんなことって私にはやっぱり私にはお姉ちゃんはまだ早いです。一番の妹ですけど、お姉ちゃんの座はリリさんにお譲りします。
の準備が。お兄さんだけじゃなく妹もできちゃいましたね。責任重大ですよ、キリちゃん。してる。やっぱりあんたもわけわかんないわよね。キュキュー。待って、なになになに、なんで膨らむのよ。せっかく毛づくろいしたのに。わあ、どうしたんですか、おにぎりちゃん。なんで怒ってるんですか。おっしゃるようですが、もしかしてお食事の一部がお気に召さなかったのでしょうか。私たちが喧嘩してるように見えたか。喧嘩両成敗のつもりなのかも。おわわピグ、喧嘩ダメ、みんな大事だって反省。手向かいなんてお貴族様じゃあるまいし。おいおい、いつまでふてくされてんだ。仕方ねえだろ、お前さんの姉貴は出払ってるんだからよ。ボルさんだけで十分じゃないですか。仕事増やさないでほしいんですけど。まいいじゃねえか、外回りならここと言われる心配もねえんだからよ。で、今度はどんな変人さんが来るんですか。変人さんってお前、まあ確かに坊主の知り合いはどいつもちっとばかし変わっちゃいるが、芸人みたいに言うんじゃねえよ。ランドソルってとこじゃあれくらいがデフォかもしんないだろう。それに今回来る連中は多分まともなんじゃねえか。牧場を営んでるって話だし、魔物の対処が得意な腕利きや伝説のレンジャーもいるって話で。おーい、そこの生のでっけえ猫のおっちゃん、あんたがボルガーノさんだべか。あ、なまらてか俺はおっちゃんなんて年じゃねえが。ジョージャンは。いやー、すまねえすまねえ、危うく遅刻すっとこすっとこどっこうになるとこだったべ。オラはマヒル、エリザベスパークのマヒルだべ。マヒルだけに時間感覚が麻痺しててつってな。何にせよ間に合ってよかったべ。今日はよろしく頼むべよ。腕利きってもしかして腕利きの芸人ってことですか。おっ、めんこいメイドさん、ただな、オラは牧場以外に芸人家業もやってんだ。この土地デオゴニアっつったべか。ここの人らにも機会がありゃとっておきのネタを披露させてくんろ。ちょっとボルさん、
目的は魔物退治でしょう。芸人なんて呼んでどうするんです。んなこと俺に聞かれてもよ。それよか真昼の嬢ちゃん、聞いてたより随分頭数が少ないみてえだが。あーそれなんだども、オラたちの仲間の一人がフラフラーっとどっか行っちまって、今他の仲間で探しに行ってるとこなんだべ。約束の時間になったら一旦ここへ集まるよう言ってやっから、もうじき来ると思うんだども。なんだそういうことか。おいブルム、しばらくサボってよさそうだぞ。いいですね。でも約束の時間になっても来なかったら帰りますから。気にしなさんな、ジョーちゃん。すましたつらしちゃいるが、こいつはサボる口実ができて内心小躍りしてるだろうからね。余計なことを言うと、お城に特大サイズの三味線が飾られることになりますけど。いやー、しゃもじでペンペン鳴らされちゃう。おお、ナイスなツッコミとリアクションだべ。デオゴニア、侮れねえべな。するだけで幸せ。もうダメですってば、リンちゃん。自分で歩いてください。待ち合わせ場所はこっちですよ。あのお二人が九段のお仲間ですか。んだんだ、引きずってる方がしおりで、引きずられてる方がリンだべ。人生で初めて聞きましたよ、そんな紹介。よお二人さん、俺様はボルガーノ、こっちのヘラズ口はブルムってんだ。早速ジオテオゴニア観光を楽しんでくれてるみたいだな。わあ、大変だよしおりん。でっかい猫ちゃんが喋ってる。きっと私すごく疲れてるんだ。さっきのとこ戻って休んでちゃダメ。来る途中だってリマさんにおぶってもらってたじゃないですか。あのすみません、お待たせしてしまって。なに、約束の時間はまだ回ってないさ。にしてもその弓かなりの上物だな。話に聞いた腕利きってのはもしかしてジョーちゃんのことかい。いえ、私はそんな、多分リンちゃんのことだと思います。んだ、シオシオの弓の腕前だってピカイチだども。リンリンもこう見えてなんまら腕が立つんだべ。もともとはパーンってとこにいたんだども、魔物退治の腕を買われてオラたちの牧場を守ってくれてんだべさ。そいつは驚きだ。いつか手合わせ願いたいもんだぜ。そんな大層なもんじゃないってば。まあそれで甘やかしてくれるなら大歓迎だけどね。リン、なんか微妙に姉貴みたいな名前。中身は正反対っぽいけど。わっ、かわいいメイドさんまでいるじゃん。至れり尽くせりだね。私もここに住もうかな。どうも。住むのは勝手ですけど、ご自分の面倒はご自分で見てくれます。私めんどくさいのは嫌なので。奇遇だね。私もめんどくさいのは嫌いだよ。お近づきの印にこれから一緒にサボるってのはどうどう。悪くない提案ですね。考えておきます。サボリマ同士で気が合いそうだな。で、
お仲間はこれで全員か？あ、いえ、リマさんがまだ。もうすぐ来ると思うんですけど。あ、来たみたいです。もう、リンちゃんたら、すっごく探したんだから。一体どこに行ってたのよ。お、ようやく全員集まったか。お、モルガーノさん、どうかしましたか。なんてなんてまぶいお嬢さんなんだ。は、リマごめん。だってどこを見ても夢みたいな景色でさ、つい誘惑に負けちゃった。まったく、観光に来たんじゃないんだからね。この土地の人たちを魔物から守るために来たんでしょ。もっと緊張感を持たないと。あれ、あなたがボルガーノさん。はじめまして、私リマって言います。おお、リマさんっていうのか。なんて美しい名前だ。耳が現れるようだぜ。あら、お上手ね。話には聞いてたけど、本当にモフモフなのね。私と同じ。モフモフ同士仲良くしましょう、ボルガーノさん。早速だけど、宿屋さんに案内してもらえないかしら。重い荷物を背負ってきたから、もうヘトヘトなの。なら道中の荷物持ちは俺様に任せてくれ。腕っぷしには自信があるからな。それくらいお安い御用だぜ。もう、ご親切にありがとう。お言葉に甘えさせてもらうわね。ん？これはこれは、もしかして、もしかするのかな。リンちゃんもそう思います。これってやっぱりそうですよね。ボルガーノさんはリマさんに。うんうん、面白いことになってきたね。え？二人とも何の話してんだ。話ならお宿に着いてからにすっぺよ。すごい、こんなところまでお菓子でできてるなんて。リンちゃんも言ってたけど、本当に夢みたいなところね。ここはホテルモンブランっつって、城下町では一番と評判の宿なんだ。気に入ってくれたか。ええ、とっても。お部屋を見るのが楽しみだわ。はあ、ありがてえ。おら、こんな豪華なお宿に泊まるの初めてだべ。したっけ、おらとリマリまでチェックインして荷物置いてくるから、しおしおはおらたちが戻るまでリンリン見張っといてな。リンちゃん、いい子で待っててね。どんな内装なのかしら、ワクワクしちゃう。はあ、後ろ姿まで可憐だ。あの純白の毛並み、ふわふわの尻尾、どっからどう見たって目の保養ってやつだぜ。いや、お熱いね。うちのリマに一目惚れとは、おっちゃんお目が高いよ。ああ、一目見た瞬間ビビッときちまった。こんな感覚は生まれて初めてで。っておい、何言い出すんだ。ジョーちゃん、俺は別にそんなやましい気持ちなんざこれっぽっちも。ダダ漏れでしたよ、お客様相手に一目惚れなんて。私のサボり癖をとやかく言えないんじゃないですか、ボルさん。違う、俺様はただ
遠路はるばる来てくれた客人をねぎらいたい一心でたな。私はいいと思います。ボルガーノさんとリマさん、モフモフ同士でとってもお似合いで。うんうん、応援したくなっちゃうよね。本当か？いや、リマさんのあのまぶさじゃ俺なんぞ釣り合うわけねえことくらい百も承知だけどよ、ほんの少しでもお近づきになれたらなんて。それなら私たちが一肌脱いであげようじゃないさ。飛び切りのロマンスをリマにプレゼントしようよ。私もお手伝いします。いえ、させてください。リマさんにはいつも助けてもらってるから。ありがてえ。よろしく頼むぜ、ジョーちゃんたち。盛り上がってるとこ悪いんですけど、私もう帰っていいですか？面倒そうなので。まあまあ、おすましなメイドさん、そう言わずにさ。後ろに戻ったらまた仕事させられちゃうかもしれないよ。一理ありますね。形だけでも私らと一緒にいれば仕事はしてたことになるし、それにあの二人の恋路はきっといい暇つぶしになるよ。どう？付き合わない？なるほど。ま、私はサボれるなら何でもいいので乗ります。よし、来た。それじゃ早速作戦会議をしなくちゃね。リマさん、好きだ。俺と付き合ってくれ。いや、これはいくらなんでも率直すぎるか。リマさん、あんたをイメージした花束を都合してみたんだが、知ってるかい？この花の花言葉は、その…くそ！ダメだダメだ！花言葉なんて洒落たもん知るかっての！ねえ、しおりん、やっぱりほぼ初対面であのでっかい花束はさすがにやりすぎじゃない？そうですか。でもお花をプレゼントするのはいいアイデアだと思うんです。私が読んだ本にもそういうシーンがたくさんあったし、それにリマさんはお花が好きですし、とりあえず喜んではもらえるかなって。いいんじゃないですか。少なくとも見てて退屈はしないですね。それは言えてる。あ、リマとマヒーが出てきた。お楽しみはここからだよ。メルヘンなお部屋だったわね。あの甘い匂いのするベッド、魔物退治が終わったら思う存分あの上でくつろぎたいわ。まるで絵本に出てくる部屋みてえだったべさ。ん？なした？ボルガーノさん、そんなとこ突っ立って。その手に持ってるのは何だべか。あのリマさん、この花束なんだけどよ。花束？それもこんなに大きな。これってもしかして。嘘でしょ。両手いっぱいの花束。勘違いじゃないわよね。もしかして私これから告白されちゃうの？俺様も急な話だとは思うんだが、折り入ってあんたに話したいことが、いや伝えたい言葉があるんだ。やだ、ボルガーノさんの目とっても情熱的。やっぱり勘違いなんかじゃないわ。どうしよう、告白されるのなんて初めてで、私
どうしたらいいか。リマさん、もしあんたさえよけりゃこの花束を、俺様の気持ちを受け取ってくれ。俺は、俺様はあんたに。お、あんちゃんでねえか。テオゴニアについて早々会えるなんて幸先いいべな。はっ、修羅場だわ。私こういうのしおりちゃんの読んでる本で見たもの。大変、このままじゃ私をめぐって泥沼の恋愛劇が始まっちゃうわ。ああ、リマさんの坊主を見るキラキラした瞳、ひょっとして、まさか、そういうことなのか。これか、これはあったな。ほら、あんたら長旅で疲れてんだろ。そういう時は甘えのが恋しいんじゃねえかって。お、ほんとだべ。花がお菓子でできてるべや。おら、こんな綺麗な砂糖細工見たことねえだよ。お、俺様の気持ち、まあ心ばかりの差し入れだ。リマさん、いや、あんたらみんなで楽しんでくれ。よかったら坊主もつまんでけよ。なんて粋な計らいだべ。何から何まであんがとな。どれどれ、オラにも一つ食べさせてくんろ。そうだったの。いやだ、もう私ったら早とちりしちゃった。早速いただくわね。このお花、いちごの味がする。なんて素敵なの。お、喜んでもらえたなら何よりだぜ。ボルガーノさん、なしておかねえ顔してんだ。それにリンリンとシオシオ、メイドさんはどこにいるんだべか。あちゃー、惜しかった。もっと面白いことになりそうと思ったけど、現実は非常だったね。はあ、あのヘタレ、一言添えればよかったでしょうに。まあ、それなりに楽しめたからいいですけどね。ま、心象は悪くなさそうだし、9大点でしょ、9大点。今後に期待だね。早速次の作戦を考えないと。リンリン、シオシオ、メイドさん、そんな物陰に隠れて一体何してんだべ。いえ、見つかっちゃった。やばいやばい、麻痺激おこじゃん。この場は一時撤退だ。承知しました。お説教なんて姉貴にされるのだけで十分ですし。ではしおりさん、失礼します。また後ほど。こら、二人とも、なんで逃げんだ。さてはまたろくでもねえいたずらしてたんだべ。今日という今日は許さねえの。どっちめてやるだよ。やっぱり色恋なんざ俺様の柄じゃねえよな。慣れねえことはするもんじゃねえってことか。あの、ボルガーノさん、ごめんなさい、思ったような結果にならなくて。なんだ、慰めに来てくれたのか。ありがとうな。だが、ジョーちゃんが謝ることじゃねえさ。もともとリマさんは俺には高嶺の花だったんだ。いえ、そのきっとアプローチが良くなかったと思うんです。順序というか段取りというか。ん？実際
回リマさんは喜んでくれましたし、こうやって段階を踏んでいけばきっとボルガーノさんの気持ちに気づいてくれるはずです。おう、だから私これからもボルガーノさんに協力します。二人の恋路をきっと成就させてみせますから、任せてください。私恋愛小説とか詳しいので、きっとお力になれると思います。頑張りましょう。そうかありがとな。なんつうか、あのぐうたらのジョーちゃんとブルムが面白がってんのは察してたが、結局このお嬢ちゃんが一番楽しんでねえか。